では次総力特集に行きたいと思います。総力特集はこちらです。はい。はい。緊急警告2025年日本破壊大予言です。破壊滅。すみません全然見てな気づいてる。うん。日本壊滅破壊とか言っちゃった。壊滅。大予言です。はい。はい。今日。 もうはね、うん、ネタねえからよ。この間特別企画やってもうすぐだよね。<laughs> でも今日はいい日いい日じゃない。今日だよ。今日。一<日>年前ですよ。七月ここあ5日いかいそう。あと一年で我々はもう。あと一年しかない。絶滅するんですよ、ね。絶滅しろよ。したいの。絶 <laughs> いやーしたくない。いや怖い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 。いやーいあさすがに来年のね一年後にね。うーん。 来年の7月5日って土曜日なんだよねあそうそうそう前あのこのムーチューブは金曜日だからだから4日にあるんです前の日なんだよねだからずらしてほしいあれずらす ?1 週間ぐらいちょっと前にしてで山に逃げるんでしたっけ金曜日の夜からねちょっとね長野の方にじゃあ私も長野の方みんな長野の方にちょっと温泉温泉にちょっと隠れて貴重品とかこもってそうですね そうマイナーバーカードとかね。そうそう。ちょっとマとか持ってね。炭水預金とか。存在預金とかね。アンティックコインとか。持って逃げましょう。本当だ。はい。なのでね、あともう一年か。まあね、まあ一応ベーシックなことを言うと、これは漫画家のたつきりさんね。はい。1999年に出された本ね、私が見た未来。この中のカバーのイラストに。 大災害は年3月、うん、これがまあ的中した形になって東日本大震災、うん、あの津波が襲ってきたでこの漫画の中でのメインテーマはその本人の辰木亮先生が見た「予知夢予知夢だね、うん、でこれまでいろんなことが的中してきたと。 はい、ネフデリー・マーキュリーのね舌、えー、とかそういうのをたくさん的中させてきた中で将来起こるであろう大災害で、うん、これがまさしく日本を壊滅させる大津波、うん、でそのビジョンを見てるわけね、うん、横浜がこ,この空景が津波にもままるっていうリアルな光景で2011年3月ね 3:11の時に、まあ、津波が来たこのことだったのか、うんねまあ、ファンの方とかね本人も <laughs> おこれまで見てきた夢の内容風景ってのこれなのかなと思ったんだけどあれなんか違うなと、はい、夢で見た津波はみんな夏の服夏服だった3:11は冬でしょ雪降ってたでしょそうですね東北、ね、は、うん、違うなと。 これ別の予言だってことでずっとまあ気になってたんだけども最近になってそれが分かった、はい。それは2025年7月5日だ、うん、という夢を見るわけね日付まで分かる、うん、で、えー、さっきの漫画の完全版をお2年前かあ出して改めてこの予言が注目されることになった、うん、でいいよいよカウウンントダウンで 来年度、はい、でまあ結構ねこのテーマを題材にしたね動画ユーチューバーの方々のね番組ありますけれどもいいっぱいあるおこの辰樹亮さんの予言だけじゃなくて全然違う,うーテーマというかな人たちが20「2025年やべえよ」となっているという。 だからそういう人たちの予言もちょっと全部集めようかなと思って、ねはいはい、全部集めの総力特集しちゃえっていう,うん、うん、今のうちだぞって、ね、ノストラダムスの時もそうだけども何年何月ってきめ、あのー、締め切りがある予言は <laughs> それすぎるとね みんな忘れちゃうそう、何の効力もないですからね,うねもう今して、ね、あ,あと賞味期限は一年そう賞味期限 <laughs> ってことはあとなんか四ヶ月ぐらいぐらいにもう一回やっちゃうだからね <laughs> やっても年内じゃね <laughs> だから2025年1月号以降はちょっと <laughs> 控えるこれ下手したら不謹慎になるからさそうですねそう。 それはねありますね。うん、ノストラダムスの時はさ、それはやったよ。<laughs> 1999年7の月、4月9日発売の8月後でノストラダムス、はい、特集やったけど、これは7月5日だから多分6月9日の発売の7月号だ。うんうんうん。はいはい。<laughs> ギリギリですね。えー <laughs> 振り切ってね <laughs> 振り切って開き直って <laughs> そうですねでまたねいっぱいいろんなところで言われるんですよねまた <laughs> 外れた,た外れた <laughs> あでもそれはあれが、ね、だからその外,れて外れた方がいいんだから、うん、まさか的中した方がいいなんて思ってたんですかあなたたちみたいな。 みたいな感じで真逆にね。ただね、うん、あの本当に不気味なんだけども、はい、これあの前の特別企画でも研究、まあ、というか取材してね、うん、まあ今回あの筆者の方3人いて、えーまあ、冒頭に中村さんでメインで坂野さん。 でえー、もう一つちょっと社会情勢という形で高谷優先生のね、はいえー、ライターを分けて補正してるんですけども<ー>その坂野さんがあの実践取材した、まあ、テーマにね、はい、絵本作家の斎藤信美さんってねその方の取材というか、うん、テーマというかなその信美ののさんがその今回の辰木亮さんの予言の話を聞いた時に。 今から四年ぐらい前に同じような話を聞いたことがある。今からというか、それを話を聞いた時からの四年前なのかな。うん、で、なんかどっかで似たような話がああれだと思ったのが、うん、いわゆる体内記憶。うん、そののびみさんというのはいわゆる中間性。はい、ねよくあると思いますね。子供たちに、ねうん、言葉を喋るようになった頃に。 こうお母さんの、ま、お腹にいた頃のこと覚えてるとかね、うん、生まれてくる前はどこにいたの、うん、って言うとね空の上みたいなねうん、うん、これはあの前世ともまた違うんで,うで、ね、中間世って呼び方をね池川明先生なんかこう提唱してるんだけども、はいえー、そういった話を集めて絵本にしてるんですねのぶみさんは。はい、でその中にこう流されちゃうよ、うん、っていう句がたくさん出てきて絵を描くのね。 うんうん、近い将来、うん、みんな流されちゃうよ、うん、水に流されちゃうよっていうで、えー、その子にそれはいつ来るのみたいな話をこう、ね、お母さんとか聞くわけうん、うん、そうすると例えばあの中学校に上がった時とかねあと弟が小学何年生になった時、うん、で計算してみると2025年の ね、その計算するとってところが怖いですよね季節はっつったら、うん、夏夏暑い日うん、うん、でその日とかなんか覚えてる覚えてるというか予言というか前世というかうん、うんうん、それは土曜日だよ土曜日の夕方だよだって大好きなアニメが放送される日だもん、うん、7月5日土曜日なんで ねこれはねやっぱゾッとするんだよな何回言っても自分で言っても何かゾッとするという,なんか、ね、もうそれ聞いた時はちょっと怖くなってそ,その後体内記憶一応もう一回太郎君に聞いたらしゃべりましたよお,お,母さんお母さんのお腹はめちゃめちゃ狭かったって。 実際坂子だったから狭かったって狭かったって言うからまあそんななんか勝手になんか文句言う入っといて文句言ってきてと思ってじゃあ入ってくる前どこにいたのよって言ったら<ー>小田原って言ってました小田原小田原と思って神,神奈川県の小田原 箱根の手前小田原って言って小田原でお母さんを見て入ろうと決めたっていう上じゃなくて降りてきてた結構小田原上空小田原上空に何かあんのかな小田原って言ってたんでちょっと初めて聞いたんでちょっとびっくりしたんで連れてけ連れてけ小田原にどの辺だどの辺にったんだみたいなでも小田原町は一回行ったことあるんですよそれかなとと思っってもちょまあ 生まれるずっと前ですけどねでもその時に太郎くんが私のことを見てくれたんだなと小田原城に行った時にこう入ってきたんだそう二宮金次郎像を見に行ってああありますねはいはいはい <laughs> 小田原城の横にねありますよねなんできっと勤勉な子供になるんじゃないかなと <laughs> <laughs> なんでね次,次も聞きたいなとそれ2025年のこと聞いてちょっとそうでも前その これ1回あの記事にした時あったじゃないですかはあ、はあ、その時にもうお話ししたかもしれないんですけど言った時に「7月5日何ある?」って言ったら「地震」みたいな,なんか「地震」って言ったなんか地震だったかななんか,なんか怖いの来るみたいなことを言ってて<お>でどうなっちゃうのかなって言ったらなんか食べ物が危ないみたいなことをおいっと。 食が汚染、されるそうなんか汚染なんか食が、津波が来てね、どうなんでしょうね、食料品、まあ確かにね、なんかそんなここと起った時にはね、言ってまして、7月5日っていうだけ言ったんですけどね、来年のとか言って、やっぱりね、言うので、やっぱり、子供もう一回聞いて、もう一回、小田原の後とから、もう一回聞いてみないと思いますけど。